どうも、料理研究家のだるまです。今回はですね、ズボラなあなたでもできる超ズボラ飯のシリーズです。今回紹介する料理は無限玉ねぎというもので、玉ねぎをね、だるま特製のタレにつけて美味しくいただける料理になっております。もうね、めちゃくちゃ簡単で、白米もね、かき込んでしまうぐらい超絶品に仕上げておりますので、ぜひお試しください。それでは早速作っていきまっちょ。それではまず今回の材料を説明していきます。昆布、鷹の爪、お酒、お醤油、ごま油、みりん、玉ねぎになります。でね、今回この玉ねぎ見ていただいたらわかると思うんですけれども、新玉ねぎです。もちろんね、通常の玉ねぎでも作ることができるんですけれども、もう甘みが全然違うので、できれば今回は新玉ねぎを使用してください。でね、新玉ねぎと普通の玉ねぎの違いを簡単に説明しますと、普通の玉ねぎは収穫後に乾燥させてね、保存性を高めたものです。で、新玉ねぎは収穫後に乾燥させずにね、すぐに出荷させているものになります。乾燥させることによってね、保存性は高まるんですけれども、その分辛みが強くなったりするデメリットもあります。しかしですね、新玉ねぎは乾燥させずにすぐに出荷しているので、みずみずしくてとても柔らかく、甘みがすごいあるんですよね。でね、僕の母のように健康マニアの方は知っている方いらっしゃるかと思うんですけれども、玉ねぎには硫化アリルというものがね、含まれておりまして、この硫化アリルは消化液の分泌を促進、そしてですね、新陳代謝を盛んにして血液をサラサラにする効果がございます。しかしですね、硫化アリルは熱に弱いというデメリットがあるので、効率よく取りたいならば、生で玉ねぎをいただくのがおすすめです。この普通の玉ねぎだと生で食べるとめっちゃくちゃ辛いですよね。ですのでね、この硫化アリルを効率よくいただきたい方は、もう新玉ねぎ、これしかありません。そしてこの今回の新玉ねぎ、淡路産のものです。淡路産の新玉ねぎは3月末から約1ヶ月の期間限定で出荷されています。そして今回のこの新玉ねぎは三ノ製菓さんの作る新玉ねぎです。三ノ製菓さんの作る玉ねぎは甘みとみずみずしさ、そして風味という三拍子が揃ったね、バランスのいい玉ねぎになっているみたいです。僕もね、これ一度食べてみたんですけれども、もう甘さが半端なかったですね。まるでスイーツですよ、スイーツでね。今回は、漬物としていただくんですけれども、僕がおすすめするもう一つのこの新玉ねぎの調理法は、玉ねぎをね、輪切りにスライスして、お塩をね、軽く両面に振るんですよ。そしてフライパンでじっくり焼く、ただそれだけ。もうそれだけでもね、本当にね、甘みが凝縮されてめちゃくちゃ美味しかったので、ぜひ試してみてほしいです。でね、新玉ねぎをいただいたことがない方のために僕が食レポしてみます。今回ね、同じ部分を取り出しました。こちらが通常の玉ねぎ、こちらが新玉ねぎですね。ちなみにこちらはどちらも生です。まずは通常の玉ねぎからいただきまっちょ。カラッチョ。あの、玉ねぎ独特の鼻からツーンとするね、辛い感じがしますね。しかしですね、通常の玉ねぎも生で食べる分には辛いんですけれども、火を通すとね、甘くなるので、はい。それではお次に新玉ねぎいただきまっちょ。甘っちょ。やっぱりめちゃくちゃ甘いですね。あの、鼻からツーンと抜ける感じがなくて、最後にね、少しだけ辛みは残るんですけれども、初めに口に入れた瞬間にね、甘みがブワーッと広がりますね。これがやはり新玉ねぎの良さですね。こんな感じでね、新玉ねぎは生のままいただいても甘いので、今回紹介するお漬物の他にサラダなどにしても美味しくいただけると思いますよ。それでは話が長くなったんですけれども、早速やっていきまっちょね。まずは玉ねぎを切っていきましょうね。今回ね、玉ねぎはね、1センチ角に切っていくイメージでやっていきます。ざっくりと切ってあげてください。そして縦に向けて、こちらも同じく1センチ角にザクッと。もう一つも同じように。
こんな感じでですね、玉ねぎをざっくり切ることができたら、こちらを容器に入れていきますよね。今回ね、こんな感じの容器に入れるんですけれども、このような容器がない方は、分厚めの保存袋などを使っても構いません。エイサー、ホイサー、エイサー。そしたらお次に、だれうま特製のマチョマチョ美味しいタレを作っていきたいと思いまっちゃね。今回はですね、タレを少しだけね、煮詰めていきまっちょ。まずこちらにお酒、みりん、この2つを入れましたら中火で加熱してアルコールを飛ばしまっちょね。お酒とみりんを入れて、なぜ醤油とごま油は入れないかと言いますと、まずはですね、お酒とみりんのアルコール分をしっかり飛ばすことが重要だからです。そしてですね、お酒とみりんと同時に醤油とごま油を入れてしまうと、醤油とごま油それぞれの風味が飛んでしまうからですね。だからまずはじめにみりんとお酒を入れるというわけですね。はい、ということでね、ふつふつ沸いてきました。こんな感じでね、香りを嗅いでみると鼻がツーンとしてきます。このツーンという香りがなくなったら、ここに醤油とごま油を加えましょう。こちらにお醤油、ごま油、そして昆布です。再びこんな感じでふつふつと煮立ってきたら、すぐに火を消しましょう。このようにですね、熱々のタレをかけることで、このタレが冷めていくと同時に玉ねぎにね、しっかりと味が染み込みやすくなるわけです。これは肉じゃがや豚の角煮などの原理と同じですね。そしたらタレを入れたら、よくマッチョ、すいません、忘れてマッチョ、ここに鷹の爪を入れましょう。鷹の爪はね、辛いのが苦手な方は入れなくてもいいんですけれども、辛いのが大好きな方はもう種ごと入れちゃいましょう。こんな感じで適当にちぎって入れてあげるといいかと思います。そしてしっかりとね、タレに鷹の爪もなじませましょう。これがうまいんだわ。しかもとっても簡単でしょ。ザ・ズボラ飯って感じですね。はい、ということでですね、玉ねぎにしっかりとタレが染み込みましたら、こちらをね、蓋をしてあげて、だいたい半日から、そうだな、1日ほど置いておきましょう。そしたら1日後ジムでお会いしましょう。はい、ということでね、ジムではなく結局私だるまのお家でお会いしましたね。1日経ちました。見ていきましょう。開けごまっちょ。おお、いい感じに使っていますね。玉ねぎからも余分な水分が出て、玉ねぎの中に旨味と甘みがぎゅっと詰まっている状態ですね。はい、ということでね、今日はもうこのままいただきたいと思います。でね、この玉ねぎのお漬物、ご飯にめちゃくちゃ合うので、初めていただく方はご飯と一緒にいただいてください。それではいただきまっちょ。こんな感じでね、汁ごとすくってあげてご飯にかけると。それではいただきます。最高。もう玉ねぎのね、シャキッという食感がめちゃくちゃいいですね。そしてですね、玉ねぎから甘みがしっかり出ているので、ご飯もね、めちゃくちゃ進みます。うまっ。これはもうね、玉ねぎを無限に食べられるほか、ご飯も無限に食べられちゃうぐらい美味しいですね。そしてですね、今回は通常の玉ねぎではなく、三の聖火さんのこだわりにこだわりまくった新玉ねぎを使用しているので、もうめちゃくちゃ甘くて旨味もたっぷりと詰まっています。最高です。うまい。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。今回ご紹介した玉ねぎのお漬物ね、ぜひとも新玉ねぎで作ってみてください。そしてですね、今回ご提供いただきました新玉ねぎは三の聖火さんというところで作られているもので、非常にこだわって作った上で出荷されています。
めちゃくちゃ甘くて本当にね美味しかったので、興味がある方はねぜひチャンネル説明欄から詳細をご覧ください。それでは See you next マッチョね。